伊勢海セピアが立ち上がるわけじゃないですか。はいはいはい、これがまたねあるわけですか。ね、そこを我々は聞きたいんですよ。聞きたいよ聞きたいよね。だって劇団一世風靡って当時30人とかいました。はいはいはい、株式会社一世風靡ってのがあって、その中に、劇団一世風靡っていうのがあって、その中から精鋭、まあ、精鋭というかね、あのやりたいと、芸能活動やりたいやつっていう、芸能活動というか歌をやりたい、音楽をやりたいっていうやつってなった時に7人だったわけ。その7人だったわけ。でも音楽やりたかったんですか。ね、だからなんだろう、役者として、成り立つためには必要なことかもしれないって思うじゃん。何でも吸収できるものは しとくっていう、うん、でましてそういう話が出た時に、うん、で彼らとだったら面白いことできるかもしれない、うん、そうかっていうことなわけよ。やっぱり異端児っていうか普通では出会えない人たちですもんね、うん、一世風靡の人たちって、うんうん、それで動くんだけど、はあ、じゃあどうすっぺと、うん、どうすんのじゃあ、どう7人手挙げたけど、うん、音楽って何をやるんだっていうことですよね、うんうん、まあまあなんていうか大義名分というかな、俺らの中での大義名分として、うん、若気の至りという言葉があるぞ、うん、どういう一番いい言い訳ですよねそうそうそう、若気の至りそうそうそう、だからすいませんですいませんよね、うん、はい、それを看板に、うん、当時の大手プロダクションの社長さんとか、うん、大手レコード会社の社長さんとか、そういう人たちとの交流を図るわけ。ああ、もう右も左も分かんない芸能界で、うん、で そういうのに長けてるやつがいたのよ、うん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 、スタッフの中に、うん、そうで、そいつが動いてくれるわけ。まず先陣を切って、うん、でこういう、今線路を敷いてきたから、うん、ちょっとみんな行こう、うん、つって そこの社長さん、こっちの社長さんに会いに行くわけ。はい、で自分らこれこれこうですと、うんうん、やりたい意欲を伝えて、うんうん、そこで協力してくださいと、力を貸してくださいと、はい、ちゃんと足を使って言ってたんですね一応ね。はい、で若気の至りだから、うん、あることないことを、まあそうですよね、うん、張ったりするわけ、うん、希望ですからね、ある意味、うんうん、もう向こうも大人だよね。向こうだって長年芸能界を見てるどんの方々でしょはいはいはい、はい、で縦に首は振ってくれるの。ああすごいなって、面白いじゃん、今まで見たことねえな、うんうん、こんな生きのいいやつらみたいなね、うんうん、そこでまあ多少認識してもらって、うんうん、始まるわけ。動きがどん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 、うん、レコード会社も決まり、そうか、向こうがまた鮮度を足してってくれるんですね、うん、いや、うちの事務所でやれっては言わないの、うんうん、お前たちが作った会社ならお前たちで大きくして、お前たちで頑張れっていうお言葉をいただくわけ、うん、だどん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 鮮度がこう刺されてから始まったの。それ聞いてない。聞いてないっす、全然。翔ちゃんそんな話しない。そういう話しないっすね。あいつ一番肝心なとこしない参加してました。翔さんいるいるいました。あのなんだパフォーマーだからさ、翔ちゃんいなかったら成り立ってないところいっぱいあるもん。あ、そうですか、うん、うまい。そういう交渉もですか。たけしさんのとこ行ったっていうのは聞きました。え、たけしさんのとこ行った。セピアがもう始まってて、うん、でたけしさんに一人で会いに行って。あ、翔ちゃんが。はい、おうおう。で俺らどうしたらいいと思いますかっつったら、うん、兄ちゃんたち面白いから唯一無二の存在になっちゃえばいいんだよって、それを聞いてセピアに戻ってみんなにそれを伝えたっていう話は。俺聞いてねえな。ねえ、だからこっちで聞くと違くてあっちで聞くと違うんですよ。一世風靡って一世風靡ってさまざまな意見があるから都市伝説だけ膨らんでくんですよ。まあそうだな。でデビューが決まるわけですか。大手の方々にいろいろ相談して、それで徳間航海さんに会うわけだ。徳間ジャパンの、うん、はい。で、徳間航海さんの社長室に入るわけ。レコード会社ですよね。うん、はい、この社長室がね、雑。雑？すっげえ散らかってんの
え、これが社長室？普通なんかこう綺麗なてね、デスクがあって、ソファーがあって、はい、な、川張りのソファーがあって、違う、これ何ですかって言ったら、書類だって言うわけ。あ、俺はこれを全部目通すんだって、うん、だから社長室で綺麗な部屋を持ってる社長なんてのは俺は信用しねえんだ、仕事してない社長だと、うん、響くよね、かっこいいですよね、すげえ、で、徳間ジャパンのトップですからね、やっぱ、やっぱ徳間ジャパンのトップだと、うん、で、そう思いながらこっちもこうアピールするわけ、はい、そうすると僕、こう徳間さんはどこまでちゃんと聞いてくれたのか、まあ、書類を見るぐらいだから聞いてくれくださってたとは思うんだけど、うん、分かったと、うちでやろうじゃないかと、即決ですか、即決だったかどうかちょっと忘れて、まあ、でも手応えある出会いだったんですよね、うん、後々そういう風になるわけ、そっか、それがセピアの始まりやね、で歌を決めて前略道の上よりを作って、うん、で振り付けは川崎悦子先生がやって、うん、でポスターデビュー、渋谷でね、映像デビューじゃなくて渋谷駅にそのね、うん、セピアのポスターが何十枚何百枚って貼られたポスターデビューですよね、うん、あの音源じゃないの、はい、うん、それからビデオでもないのポスターデビュー、うん、日本初の、うん、で CM もどんどん決まって、あのスクーターとか、スクーターとかね、はい、あ、うんうん、あったね、そういうのを見てるわけでしょ、それは見てるんです、マスコミに出たのは、そうでしょ、はい、だからその前を知らない、お前はさ、その一世風靡っていうものはさ、何だと思ってる？でも僕の妹がファンクラブ入ってたんです、うん、だからあの解放は毎回見てたんです、うん、で解放を見ててすごい一人一人が哲学を持った集団で、売れたいとかそういうことじゃなくて人として成長していきたい人間が集まってる、だから劇団の団が男だったじゃないですか、うん、だから男として成長できる空間なんだなっていう認識でしたよ。じゃあそれでいいんじゃない、はあ、それでいいよ、だからもうそれ以上のこともないし、ないですよ、ね、それ以下のこともないし、はあ、だって僕自分を磨くために入ったんですもん、それがいい加減のことばっかやってたよね、お前ね。いい加減じゃないですよ。ふざけんなってことばっかりやってたぞ、お前、お前と俺一生せねえよ。初めて稽古場で会った時ですよね、稽古場でさ、俺らもうツアー始まってて、はい、で、勝俣ですなんつって俺初めて会って、で、俺芝居やってるから俳優やってるから、ちょっと柳葉もこれ相手にちょっと野放しで芝居やってくんねえか、野放しっていうのはアドリブでもう進めてく、その時にさ、こいつ長テーブルをさ、何意味もわかんねえ、ガーひっくり返してさ、討論になったからさ、俺とこうと対峙してるわけで、この長テーブルの間にしたらなんか急に暴れだしてさ、なんだかわかんねえ、でその長テーブルをガーンとひっくり返すわけ、そのひっくり返したのがさ、俺のここに当たってさ、足の親指ですよね、剥離骨折だよ、俺ツアー中だよ、でもツアー休むわけにいかないじゃん、もうどうでもいいよこいつと思って、ふざけんなとか思って病院に行って、で一応セピアだのセンターだからさ、みんな気遣ってくれて、スタッフが病院行こう病院行こうっつって、で剥離骨折っつって米ぐらいの骨がちょ離れて、でそこの病院行って、ね、これどうすりゃいいですかっつって言ったら、いやどうしようもないですって言われて、はあっつって、とりあえずギブスみたいなのこんなはめて親指に、で当時コンバースに穴開けて、大きめのコンバース買って穴開けて爆注やったよ、そうです、そうですじゃねえよ、で僕岩田さんが骨折って、でもツアー続けてるって言ったから、じゃあ僕は謝りに行きたいって言ったら、行くなって、お前が行ったらもう一度揉めるから行くなっつって、でもどういうどうでしたギバさんって、踊れてるんですかって、だから踊りは制限されてるけど爆地をやってるって言った時に、本当ですかって、足骨折して爆地やってるんですかって言ったら、うん、やってんだよって、うん、俺自分でもすげえと思ったもん、いやすごいっす、片足踏ん張りの片足着地だよ、はあ、すごかったね、いや男だなと思いました、うるせえよいやだからとんでもないことしたけど
それでまたなんかその男を知るっていうか、うん、それを言い訳にして辞めるんじゃなくて、それを言い訳にせずにさらにやるっていう。でもね、やっぱりプロとしてはね、それは当たり前の意識だと思ってるからさ、それは今でも誰でもみんなそうしてると思うし、うん、とにかくだからお前さ、一世風靡に入ってさ、プロっていう意識あった？一世風靡ってないですね。だろ、はい、もうそんなやつばっかなんだもん。でも例えば僕が入って、例えば同時に10人ぐらい入ったりとか、その後も30人ぐらい入りましたけど、ことごとく厳しくて辞めてきましたよ。辞めてったな、はい。お前さ、お前がさ、ずるいよ。だって入ってきていきなり相川翔の後ろにこうやってついてってんだから、うん、まいとこついてったなと思うもん。てか毎日翔さんとプロレスでしたから。お前はほら、翔ちゃん当時あんまりお酒飲まなかったから、あ、だから俺らとは終わってから違う時間の過ごし方をして、飲みには行かないですもんね。そうそうそう、お前だからお前も飲まなかったの、そんなに。そんな飲まないですね。翔さんのオカメインコ の小屋を掃除したり。翔ちゃんのなんか素敵なところはそういうところなのよ。ちょっと硬い、表現を表にしたかと思えばさ、うち、ん、帰ったらさ、ハムスター飼ってたりとかさ、はい、インコ飼ってたりとかさ、はい、そこで見るか、翔ちゃんの顔は違うじゃん。全然違いますね、子供ですからね、うん、でもなんか今でこそもね、カブトムシだってそうだのしさ、きっと、あの頃はやっぱそうでしたよね、うん、本屋行ったら50冊ぐらい難しい本を買うんですよ、はい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 、哲学書みたいなばっかり、うん、で家行ったらずっとカミンコと喋ってますから、そこのギャップとかさ。そうですね、うん、だってあの当時2年間僕毎日会いに行ってましたから。らしいな、はあ、うん、俺は会ったことないだろ、まず稽古終わってから。ないですね。ないだろ、ギバさんと飲み行ったのないんじゃないですか。ないない。で僕デビューしちゃいましたから、うん、はあ、ない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 、うん、まあお前とはもうプライベートで付き合うと思わなかったから。まあこう派閥がありましたからね、相撲部屋じゃないけど柳葉部屋、相川部屋みたいなのありましたからね。そう、はあ、それは勝手にお前がそう思ってるだけだよ。いや先輩方が多分それを作るんですよ。でなんかお前は相川部屋だろうって勝手に決められて、えって、みんなの飲み会行けないんだ。違うだろ、違うだろ、お前自分で進んでそっちに行ったんだろ。いや、みんなの飲み会も行ってましたよ。でもいつも喧嘩するから。みんなと飲み会ってそんなないもん。春さんとか、うん、あの団長とか副団とかという飲み会はあったんですよ。うん、でもね、まあ、俺は団長なんかとはよく飲んでたの。うん、うん、そうですね、団長と飲んでましたよね、うん、団長うまいんだよ、金払わねえで飲むからさ、はあ、俺一回も払ったの見たことないだろ。俺も怒ってもらったことないだろ。まあでもでも団長は振り付けをする人なんですよ、うん、で彼も一時ひまわりにいたことのある人なんですよ。あ、そうなんですか、うん、だからなんとなくこう気持ちが、で彼は福島でしょ、はい、うん、そうか、東北で、そうそうそう、そういうところもあるわけ。だから団長と気が合うんですね、うん、田舎が近いし、そうそう、ひまわりにいたしっていう、はいはい、うん、でよくこうセピアの話の中出てくるのが、さまざまなあのやんちゃ伝説があるわけですよ。え、どんなのよ。こんな寝てんのよ。血だらけなんですよね。義母さんが寝てて、で寝てるからあの帰りますって言おうと思ったら血だらけ。ギバとショーはもう止められないから、このテレビを投げつければ止められるだろうと思ったの。バカだろ。間にいるギバさんが、あ、いやこら、来るな、いつまでも変なんだこら、ショーちゃん。お前さ、そこまで知ってんだったらさ、そう説明しろよ。断るたびにこの話を持ち出すんじゃなくてさ。